どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間なんですけども、なんとね、冒頭ね、お知らせしなければなりませんけども、ご存知のように、メインチャンネルが5月12日になぜかね、1週間の制限を受けました。いや、久々に制限を受けましたね。なんでその制限を受けたかっていうと、とんとね、覚えがないんですけども、まあ、該当した動画、つまりペナルティに指定された動画が、50代から学び直そうっていうね、 まあそういうふうなね60代以降を過ごすためにどうすればいいかってことを切々と解いた動画が制限食らったんですよなんでなんだろうなと思いましたね <laughs> まあもしかしたら50代から学び直して60代から使えるいろんなあ能力のうちねなんかこうオカルトに関することも話したんですよまあ要するに70代80代になってそのいた子さんとかね 占い師とかをやったら貫禄がつくから、若い人よりも年を取った人の方が受けるんじゃないかみたいなことをね。お話したと思います。まあいずれにしてもどっちにしてもね。50代からマイナビに直すためにはまあ、ウェブインターネットで書く力とか話す力は大事だよ。ってことを中心に。いろんなことをお伝えしたと思うんですけどもね、うん。それがまあダメだったということらしいですけども、まあでもね。ここからはああ、真姫大学のちょっとテーマになってくるわけですけども。 あの50代からの人生って言ってもまだまだあるわけですよしかも今まで人生を長い間何十年と生きてきた、まあ、そういうふうなね蓄積もありますその蓄積の中には悔しい思いやね悲しい思いとかできなかったあなんかねだから50代では今までやらなかったことをやってみる残りの人生にしてみると良いんじゃないかなと思います まあ私もね若い頃そのボクシングの試合に出たかったボクサーになりたかったっていうのをね他のことをまあ学業とか就職っていうのを優先するがあまりできなかったところがあるんですよね。まあ、もしくはその道に進んで将来の構築に対して自信がなかったんで、まあ、私なりに固い人生を送ってきたということだったんですけども今ねそこそこ人生が、まあ、あの見えるようになってきて。 もう一回若い頃の夢に挑戦してもいいんじゃないかなと思って今年から50になってからねキックボクシングを始めたんですけどもまあ早速試合のチャンスが来たわけですよ昨日はね2分間それを 2, 2ラウンドシャドーボクシングをすることができてスタミナもまあまあ追いついてきたかなってところがありますのでこのままトレーニングを積んで10月1日の試合に臨みたいなとは思うんですけどもねまあそんな感じでキックボクシングじゃなくてもねうん幼い頃 やりたかったこと幼い頃大人になったら何かをねやってみたいと思ったことそれを思い出してそれを実現するための残りの人生にしてみたらどうかなと思いますねキーワードは未経験でであることですよね。まだやったことがないこととか興味があったんだけどもやらずに過ごしてきたことを50を過ぎてからやってみるっていうね例えばオートバイに乗ってみたいみたいなことあるかもしれませんしね、うん、今ねそういう人って増えてるみたいですよ 私たちが10代の頃に、その川崎の Z2 とかね、ヤマハのなんとかっていうバイクが結構流行っていたんですけども、まあ、免許もマシンも高値の花でね、うん、手が届かなかった。でも今ならなんとかなるんじゃないですか。そういう方が当時のバイクを、もう値段は随分上がったらしいですけども、それでもね、買って、なんか乗ってるみたいですね。若い頃思い出すみたいです。そういういに 50過ぎたからこそ若い頃できなかったことをやると気持ちが若返るんですよね音楽に打ち込むのもいいと思いますしね新しい恋をするのもいいんじゃないですかうんなかなか好奇心っていうのはなくならないもんですそして好奇心とか今度これをしようみたいなね未来に希望を抱けなくなった時人は老いていくのかなと思うんですけども皆さんどのようにお感じるでしょうかそれでは1週間はこちらのサブチャンネルの方からお届けしますんでね 改めてよろしくお願いします。では